はい、どうもゴリラ公園です。じゃあ今日も次の一手やっていきましょう。はい、振り飛車で、こちらが振り飛車穴熊をしてるっていう感じですね。で、相手は多分玉頭でどんどん攻めてきたっていう感じの状況ですね。まずは大駒の働きを見ていきましょうか。まずここに飛車がいますと。で、銀に睨まれてる形ですね。なんで取られそうな形ではあるというところが一つと、まあ、駒的にはもう守備にしか効いてないですね、今はね。で、馬、ここにいますけど、馬はまあ、引いて活用するのが良さそうな雰囲気はありますね。ここに行くと、飛車取りと、まあ、玉を睨んでっていう感じで、4号馬をしたいなーっていう状況ですね。なんで、まあ、桂馬も取るっていうのも、あるにはあるかもしれない。うん、もし駒が足りなかったら桂馬を取るっていう手もありそう。で、相手の駒としては、飛車がまずここにいると。で、飛車は、一応金を睨んでる形だけど、まあ、飛車も効いてるのでどうかっていうところ。ただまあ、飛車がなくなってしまうと、いなくなってしまうと金が浮いてしまうので、まあそこちょっと気をつけたいところかな。で、角はこのように効いてますんで、まあ銀に紐つけてますって感じですね。で、大駒の働きを見ていったら、今度攻めがあるかどうか、相手の攻めがどうか、こちらの攻めがどうかっていうのがあるんですけども、玉と飛車がこのように対角線上になっているときは、王手飛車があるかどうかっていうのを確認しないといけないですね。なんで、王手飛車があるかどうかを探していくんですけども、まあ、6二歩成で、まあ、例えば同銀としたら、馬引きで王手飛車狙えるので、この6二歩は結構早そうですね。6二歩成、同玉、6三香。で、逃げて、金取って、っていう攻めは早そうですね。で、6三香の飛に対して、同金、同桂成、同玉としたら、やはり、ここの馬ですね。で、王手飛車ができるということなので、6二歩成、ちょっと早そうな攻めですね。相手の攻めに関しては、この飛車がいなくなると、この金が浮きます。なので、まあ、まずは金を取ってきて、同金に対して、3八飛となってくるんじゃないかなっていう手なんですけども、まあ、1手、2手、3手で、こちらの詰みがあるっていうか、状況ですね。なので、3手猶予あるなら、こっち側どんどんまずは攻めて、で、どうしようもなくなった時に受けるっていうのが一番いいのかなっていうのは思いますね。なんで、6二歩成と1回は王手飛車を見せといてっていうのがいいんじゃないかな。ちょっと正解見てみましょうか。6二歩成。正解です。あ、そうですね。これ、同銀と取って、あ、もう王手飛車 OK ってことなんですね。なんか王手飛車させまいと、僕とかは6に玉、同玉とか取ってしまいそうな感じなんですけども、同銀と普通に取って、で、王手飛車受けてからの、5八、成銀として飛車を取り返すっていうのが、まあ、筋らしいですわ。いや、難しいですね、中盤って。この、一歩、攻めるか受けるかっていうので、だいぶ形勢が変わってくる感じですね。ちなみに、受ける3七銀としたら、このように進んでいって、まあこちらどんどん防戦一方っていう感じですね。なるほどな。ってことなので、まあ、王手飛車があるかどうかっていうのを確認しつつ、攻めるか守るかっていうのを判断できればいいですね。まあこういう風に判断していくと、わかりやすいかなと思いますので、皆さんちょっと、まずは大駒の働き、相手の攻めがあるかどうか、こちらの攻めがあるかどうかっていうのを確認しながら、中盤戦はやっていただきたいと思います。それでは今日は終わりたいと思います。ありがとうございました。